一緒に降りたいが、二人きりで降りたいが、さいならするのは辛いオン、君がおらんうたまらん。王子動物園とずっと一緒テレビ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。朝起きて顔を洗いぐま、さっぱりしたなら着替えミュー、シャツにベストにジーパンだ、シンプルなのが楽だぞ、楽しい楽しい動物園。大正2年創業、住まいと自然環境の共存を目指して110年、シロアリ駆除に確かな実績と信頼の今村シロアリ。まずは無料診断。ネクスト動物医療センターではスタッフ一丸で大切な家族に寄り添ったトータルサポートを提供します。ずっとずっと大好きだよ。ネクスト動物医療センター。イベント、お祭り、グルメ、おすすめスポット、全国のケーブルテレビ局、そして吉本住みます芸人が毎日地域の魅力を掘り起こす。全国のドローカルな話題があなたの好奇心を刺激します。地域発ドローカルニュース。神戸市立王子動物園。ここは70年以上もの歴史がある動物園で、甲子園球場の2倍以上もある広い敷地の中にはおよそ130種750点の動物たちが飼育されているんだって。王子動物園ずっと一緒テレビでは、そんな王子動物園の魅力をいっぱい紹介していくよ。番組の後半にはとっておきのプレゼントコーナーもあるので、最後まで見逃さずに。あ、職員さんが説明してくれるみたい。お話を聞いてみよう。こんにちは、王子動物園へようこそ。案内する尾上です。これから王子動物園をぐるっと一周、ものすごく駆け足でご紹介します。まずはここが正面ゲートです。ゲートの上にはジャイアントパンダがあしらわれています。入って左側のエリアは鳥エリアです。まずフラミンゴ、紅色フラミンゴとヨーロッパフラミンゴ合わせて約200羽います。毎年繁殖に成功しています。他にもキジの仲間や鶴の仲間がいるエリア、オジロワシやシロフクロウの猛禽類がいるエリア、クジャクやカモなどがいる水禽舎、ユリカモメなどがいる海鳥舎、インコ舎も賑やかです。次は動物と子供の国です。ここはふれあい広場と人気の動物たちがいるエリアです。ふれあい広場はアヒルや羊、ウサギやモルモットなどの動物に身近に触れ合える場所として、特に子供連れに人気です。コアラは7つの園でしか飼育していませんが、王子動物園はその一つです。他にもレッサーパンダ、コツメカワウソ、リスと小鳥の森と人気の動物たちがいるエリアです。さらに上がるとアシカとクマのエリアです。まずはアシカ池。昨年6月に生まれたカリフォルニアアシカの子供たちも泳いでいます。そしてホッキョクグマミユキは国内最高齢のホッキョクグマです。さらに上はクマ舎です。ツキノワグマ、ウマグマ、エゾヒグマがいます。
その横にはボブキャット、シベリアオオヤマネコ、マヌルネコといった中型のネコ科がいる、通称ネコ長屋、それから赤鼻グマやヤマアラシがいる小獣舎があります。どんどん上に上がります。ここは太陽の動物舎です。ワニやカメなどの爬虫類と夜行性動物がいるエリアです。夜行性動物のエリアは昼でも真っ暗です。熱帯の動物エリアには二指ナマケモノなどがいます。さらに上に上がると草食動物のエリアです。北縁と呼ばれています。まずはキリンです。オスは身長5メートルを超えます。昨年9月に生まれたメスのマリーもすくすくと育っています。他にもシマウマ、シタツンガ、カンガルー、そしてダチョウとエミューがいます。カバもいますよ。一番奥にあるのが神戸最大級の異人館、旧ハンター住宅です。動物園に入るとこちらを無料で見られます。5月までは休園日を除く毎日、内部も見られます。次は猿の仲間のエリアです。類人猿舎ではチンパンジー、ボルネオオランウータンなど大型の類人猿がいます。王子生まれのムムは人気です。それから昔ゴリラがいたエリアを開放しています。ゴリラの気持ちを味わいながら種の保全について学べます。南側の小猿舎ではフサオマキザルやワオキツネザルなどたくさんの小型の猿の仲間がいます。横にはオオアリクイとカピバラもいます。東に抜けると動物科学資料館、剥製や骨格標本で楽しく学べます。休憩ホールではペンギンが泳ぐ姿も見られます。その下は遊園地です。いろいろなアトラクションが子どもたちを引きつけています。観覧車からは園内はもちろん周囲の景色も見回すことができます。ジャイアントパンダ、タンタンは一番の人気者です。残念ながら昨年3月から体調管理のため観覧を中止していますが、その様子をツイッターで毎日お届けしているほか、 YouTube でも毎週お届けしています。その南はゾウと猛獣のエリアです。まずはゾウ舎、アジアゾウ、マックとズゼの2頭がいます。その隣が円形猛獣舎、現在はアムールトラ、ジャガーなど大型ネコ科がいます。売店のパンダプラザでお土産などを見ていただいたら終わりです。とても駆け足で一周回ってきました。これから少しずつじっくりとこの番組で王子動物園を紹介していきます。うわー、王子動物園は魅力がいっぱい。今日はどんな動物に出会えるんだろう。王子動物園で待ってるよ。今回会いに行く動物は、入り口からまっすぐ進んで遊園地を右手にまっすぐ進んで、ここを左に曲がって坂を登ったところにいるのが、そう、キリン。もともとアフリカの草原で暮らしているキリンは、その長い首で木の葉っぱや枝を食べて生活しているんだって。王子動物園にいるキリンは、京都市動物園からやってきた7歳のオス、嵐。姫路セントラルパークから
やってきた9歳のオス、ヒメイチ。アメリカからやってきた6歳のメス、マリン。そして2022年の9月11日に王子動物園で生まれたヒメイチとマリンの子供、マリー。全部で4頭のキリンが飼育されているんだ。コキリンのマリーは人懐っこくて外にいるのが大好き。なかなかお部屋に戻ってくれないマリーに飼育員さんも手を焼いているんだって。母親のマリンはお父さんのご飯を横取りするほど食欲旺盛で活発。一方お父さんのヒメイチはすごくおとなしい性格なんだって。マリーはお母さんに似たのかな。ここでクイズ。キリンといえばこの長い首だけど、人間と同じ哺乳類なんだ。人間の首の骨の数は7つらしいけど、この長い首を持つキリンの首の骨の数は一体いくつなんだろう。1番、1つの長い骨でできてる。2番、人間と同じ7つ。3番、長いから人間の倍の14個。どれかな。答えを飼育員さんに聞いてみよう。はい、正解はですね、人と同じで2番の7つです。人と同じなんですけど、キリンの首の骨は一つ一つがとても大きく長くできています。この7つの骨にはすごく発達した筋肉がありまして、それを使ってキリンはまあオスだったらネッキングをしたりとか、すごく丈夫な首になっています。人間とこんなに違うのに骨の数は同じなんて不思議。キリンの親子の成長が楽しみだね。次に会いに行くのはキリンのお迎えにいる、そう、シマウマ。ここ王子動物園にいるシマウマはチャップマンシマウマという種類で、もともと南アフリカの草原でイネ科の草を食べて暮らしているシマウマなんだって。北九州の動物園からやってきた18歳のメス、ラブ。大阪の岬公園からやってきたもうすぐ18歳になるオス、ナギト。シマウマはとても警戒心が強くて、なかなか人に慣れないんだって。乗ったりするのは難しいかも。でもナギトの方は飼育員さんの手から餌を食べたりしてくれるみたい。柵越しに見つめ合う2頭、実は夫婦なんだって。2頭の間にはもう5頭もの子供が生まれてるみたい。2頭とも食欲旺盛で、飼育員さんが餌を用意しているといつもすぐ後ろで待機してるんだって。ラブの方はガラス張りになっていて、間近で餌を食べているところが見られるよ。ここでクイズ。シマウマといえばその名の通り体のシマシマ模様。じゃあそのシマシマ模様はどうやってできてるのかな。1番、黒地に白のシマシマが入ってる。2番、白地に黒のシマシマが入ってる。3番、下地からシマシマになっている。どれかな。答えを飼育員さんに聞いてみよう。正解はですね、1番の黒地に白のシマシマが入ってシマ模様に見えているというのが特徴的です。そして、まあ、チャップマンシマウマはですね、黒と白のシマ模様の間によく見たら薄い
グレーの薄いシマも入っているので、そういった部分も特徴的になっています。本当だ、薄い模様もあるね。それにしてもシマウマって不思議な模様だよね。今月のタンタン、27歳で人間でいうと80代。現在体調管理のため一般観覧ができないジャイアントパンダのタンタン。気になるタンタンの体調や近況報告を担当飼育員さんに聞いてみるよ。ずっと安定してるんですけど、近頃は本当に季節もいいからか調子は僕たちが見るには上がってるんじゃないかなとは見えるんですけど、竹も口にするようにはなったんで食欲も上がってるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。これからタケノコもあるんで、それには期待してるんですけど、閉園日は外に出したりもしてるんで動くことが増えたかなっては思います。小さいタイヤを置き出してからバンに一人で運んでいって遊ぶことが見られるようになったのがちょっと、はい、変化出てきたかなっていう。タンタン早く元気になるといいね。タンタンの様子はツイッターや YouTube で公開中、ぜひチェックしてみてね。ネクスト動物医療センターではスタッフ一丸で大切な家族に寄り添ったトータルサポートを提供します。ずっとずっと大好きだよ。ネクスト動物医療センター。大正2年創業、住まいと自然環境の共存を目指して110年、シロアリ駆除に確かな実績と信頼の今村シロアリ。まずは無料診断。イベント、お祭り、グルメ、おすすめスポット、全国のケーブルテレビ局、そして吉本住みます芸人が毎日地域の魅力を掘り起こす。全国のドローカルな話題があなたの好奇心を刺激します。地域発ドローカルニュース。今回登場した動物はキリンの親子。お父さんキリンの姫一はすごく背が高いんだ。マリーは活発ないいお母さん。子供のマリーはすくすく育ってほしいよね。シマウマ、ラブとナギとは食欲旺盛なラブラブ夫婦。そしてジャイアントパンダのタンタン、元気な姿を見せてくれたよ。みんなどうだったかな？動物について楽しく学べたかな？王子動物園にはまだまだ魅力的な動物がいっぱい。なんせおよそ130種類もいるからね。これからもいろんな動物に会いに行って王子動物園の魅力をいっぱい紹介していくから楽しみにしててね。王子動物園イベント情報。4月19日は飼育の日にちなんだイベントを開催予定。昨年は飼育員による動物たちのトレーニング風景を見ていただきましたが、今年のイベント内容は未定です。イベントの様子はツイッターなどでお知らせします。また事前告知をせずに開催する場合がありますのでご了承ください。王子動物園へは
阪急王子公園駅より西へ徒歩3分。駐車場もございますので、お車でもお越しいただけます。入園は大人600円、中学生以下と兵庫県在住の65歳以上の方は無料です。園内ではキッチンカーが営業中、お弁当も持ち込み OK。 遊園地もございますので、お子様連れで一日中お楽しみいただけます。ぜひ一度足を運んでみてください。また王子動物園では動物サポーターを募集中です。個人サポーターは一口1万円以上で受け付けています。寄付は神戸市へのふるさと納税となります。返礼品として年間パスポートがもらえます。神戸市民など年間パスポートの返礼品がない方向けに7000円のコースもございます。お申し込みは王子動物園管理事務所にお申し出いただくか、申し込み書の郵送、またはインターネットで神戸市へのふるさと納税からのお申し込みが可能です。また動物の獣舎に企業名の入ったプレートを設置できる法人サポーターのお申し込みも受け付けています。詳しくは当園のホームページをご覧ください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。